てくれてありがとうございます。僕たちのバンドは写真撮影に関するルールがありまして、それは、自分たちの映画、自分の気に入ったところで、写真を撮っていただいたり動画を撮っていただいたりすること全て OK でございます、はい、それを SNS へ上げていただくことも大丈夫です。今日は少し変わったライブハウスで、皆さん椅子に座ってご自由に楽しんでいただければと思います。どうかよろしくお願いします。悲しくないの、この書くほどの大気に俺君は意味をなくした散る写真、正しい匂うほど許せない。 Let go Enjoy the you go、 この先もずっとこうならね。
笑って子供みたいに苦しいでた。許してね、これからあなたをずっと見てるから、これからはもうどこにも行かないでて、いやどらよかったかな。
ありがとうございます。本当に僕らです。次の曲で最後ということで、これは公開してない新曲を、持ってまいりました。少しだけちょっと話すんですけど、僕は外ずっと音楽を作っていきまして、こういう風に皆さんの前で演奏するのがすごく好きで、聴いてもらうのもすごく好きで、いろいろなんか YouTube だったりとか、なんかサブスクみたいなのとかたくさん活動しております。それでね、音楽っていうのは僕のあれですよ、意見なんですけど、半分は僕の好きなアーティストので音楽ができていて、その半分はなんか僕の起こった出来事とか悲しいとか嬉しいとかそういうのが合体して音楽になってるんじゃないかなと思います。皆さんもその音楽をやってらっしゃらない方でも悲しいこととか嬉しいこととか辛いこととか悔しかったこととか、もう一回嬉しかったこととかあると思うんですけど、やっぱり最後笑い話にできたらいいなっていう曲を作りました。聴いてください、笑い話。ありがとう。オクラのオクラでした。